今月24日にアメリカ兵の乗った小型飛行機が墜落・炎上した事故で名護市の島袋市長はきょう関係機関を訪れ事故に抗議するとともに日米地位協定の抜本的見直しを求めましたこのうち外務省沖縄事務所での要請で島袋市長は事故現場の周辺には住宅や小学校があり一歩間違えば大惨事になったと述べ強い憤りをした 環境省は絶滅危惧種のキクザトサワヘビが生息する久米島の湿地をきょうから韓国で開かれる国際的に重要な湿地を保護するラムサール条約の締約国会議に提案することを決め昨日付けの官報に講じしました那覇市内の小学生が地元で採れたハーブを使ったソーセージ作りに挑戦し料理の楽しさや食べ物に感謝する心を学びました の時間の県内は八重山地方は雲が広がりやすくなっていますがそのほかは晴れ間が広がっています。